ベジータ、強くなりてえだけでプライドの高えおめえがあんなやつに支配されたってのか。俺は昔の俺に戻りたかったんだ。残忍で冷酷なサイヤ人の俺に戻って何も気にせず貴様と徹底的に戦いたかったんだ。邪悪な戦士に戻ったベジータと悟空の壮絶な戦いは続いた。そして魔人ブーの玉は、おおおお、ついに封印は解かれた。ムーはゴテンクスとピッコロ、さらにご飯さえも吸収し、超パワーと知力とを兼ね備えた魔人へと変貌した。そろそろ楽にしてやるか。いいんだろう、これで。サンキュー、ベジータ。よっ、うわ、よっしゃ。おっ、オラゴク、さあかかってこいよ魔人ブー。てめえなんか足だけで十分だぜ。さっさととどめを刺さんか、この愚か者め。力を過信するとろくなことにならんぞ。次回ドラゴンボール界、ブーの奥の手、吸収された戦士たち。お父さん、ブーに不用意に近づいたら危険です。